今日北海道で11人の新たなオミクロン株への感染が確認されました。えー、またそのの中には初めての 市中感染の疑いもあるということですのでまあ、今後沖縄あるいは他の地域のようにこのオミクロン株の道内での拡大というのはこれある程度覚悟をしておかなくてはいけませんねその傾向というのが人数にも現れています今日発表されました道内の感染者は94人札幌市内も46人いずれもこの90人あるいは40人を超えるのは9月以来ということになりますし全道的な広がりを見 見せているんですよねまあ、今日発表された感染者の中にオミクロン株があるかどうかというのはこれからまた検査を行われるということになるんですけれども、えー、まあオミクロン株はあの複数の管内ということですがか,かなり全能的にね、はい、広がりつつあるというふうに思っておいた方がいいですよね、えー、クラスターも一部拡大しました札幌市内の有料老人ホームは1人増えて25人ですそして傾向について改めてカレンダーでご覧いただきますけれども 前の週の同じ曜日と比べてみましょう、昨日七74人、その前が32人で倍でした。で今日は 九十四人前の週の金曜日二十一人でしたのでまあ四倍以上に一気に増えたということになりますね。えこれ大体まあ二週間前ぐらいの数字ということですのでまあクリスマス近辺ここから年末年始にかけて人の動き流れというのが大きくなっていきましたのでここから先の感染者数というのは非常に心配になってきますね。週の合計を見ても昨日今日の二日間だけでももう先週を超えてしまいましたね。そうですね。まあ沖縄などの増え方を見ていますとえ今日。 1400人を大きく超えておりますので、ね、非常に心配な状況ただ、できることはこれまで通りの感染をしっかり徹底するということになります。